日高東別駅は、北海道日高郡新日高町静内東別に、あった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は人。1978年の日高東別駅と、周囲約500メートル範囲。右が、様似方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成当駅の所在する地名に、旧国名の日高を冠する。地名は、アイヌ語のトイペ、川に由来するとされる。明治の旧都には駅近くに、トイペという名の支流が描かれ、これに由来すると考えられる。また道内に、東別と同音の駅が多いため、旧国名を冠した。なお、由来となったアイヌ語については、トペッとするものもある。 単式ホーム一面一線を有した地上駅だった。ホームは線路の北側に存在した点鉄機を持たない防線駅となっていた。静内駅が管理していた開業時からの無人駅で駅舎はないがホーム中央部分付近にコンクリートブロック作りでアーチ状の出入り口が2つある待合所を有した。駅名板は設置されておらず道路側からは 駅と判別しづらい状況であった。ホーム側から見て、待合所の右隣に、別棟でトイレ棟を有していた。ホームは、砂利式となっていた。1日乗降人員は、以下の通りである。また、JR 北海道によると、拡張サビにおける、乗車人員及び、乗降人員平均は、以下の通りである。駅周辺は見渡す限りの牧草地帯で、牧場も多い。 また農家が点在している。東別いちは有名。JR 北海道北海道運輸局。ありがとうございます。